世界の GDP ・国内総生産のおよそ3割を占める日本とアメリカの貿易協定で大きな進展がありました双方にとって利益になるとのことなんですが、その中身とは安倍総理大臣とアメリカのトランプ大統領は25日、ニューヨークで会談し、日米貿易交渉の合意文書に署名しました。ウウィンウィンンの協定であり 日米両国にとってです、ね、生産者もです、ね、あるいは農業者もそうですが、同時に消費者も、国民にとっても、利益となる、将来の利益なる協定ができた新しい協定では、日本は牛肉や豚肉、小麦、乳製品の一部、ワインなどについて、TPP ・ 環太平洋経済連携協定と同じ水準の関税引き下げや撤廃を実施します一方で日本が求めてきたアメリカに輸出する自動車と自動車部品の関税の撤廃については継続協議とし事実上先送りした格好ですただアメリカによる自動車への追加関税については 共同声明で協定が履行されている間協定及び共同声明の精神に反する行動は取らないと明記し回避したとしています一方のトランプ大統領はアメリカの農家と牧場に大きな勝利だと述べ意義を強調しました 日米の貿易に詳しい専門家は、今回の合意には、アメリカ側の事情が大きく影響していると分析します米中の貿易摩擦が深刻な状況の中で、なかなか中国に対して従来のように、農産品輸出ができなかったというところに、特に来年のアメリカの大統領選挙を控えて、トランプ大統領としても、やはりそこをちょっと風穴を開けたいと。 というものがあったところで日本がむしろ突破口になってですね農産品の単位抽出があこれからもっと増えるないしは中国への減少分をですね補うという可能性がそこに見出せると。農産品に関して言うと、まあ、アメリカに少し利があったというお話でしたが日本にとってもそのいわゆるお米の部分では、はい 守られたた部分があったわけですよねこれ、実はです、ね、お米が大きいんですが、それに限らずです、ね、TPP の協議をアメリカとやってた数年前はです、ねえー、アメリカとの間で特別枠というのを、農産品の多くの品目について決めたんですね、えー、今回の貿易協定では適用しない、えー、かつ、お米は対象にならならい<ー>自動車関連の関税が継続協議となったことについては、日本側の狙いがあるといいます。 トランプ大統領のことなんで、いつまたかけるぞって言いかねないわけですよね。安心できないですよね。あのそこはおっしゃる懸念はあるんですね。うん、ただですね、その関税をですねゼロにするという約束が TPP の交渉当時はあったじゃないかと。まあ、それを守ってくれと。日本としてはむしろそこは、むしろ関税を下げてもらいたいという意味で、継続をしているという姿を取らないと、自由貿易協定として完成しないというのは。 あの農産品についてはですね一部、今後価格が下がる可能性もあるので生産者はというと実は TPP 交渉の時にあに対策費が用意されているんですただ、これをばらまきではなくて日本の農業を強くするという意味で使っていかないと単なるばらまきになってしまうそこは日本の努力次第ということのようです。